はい。くんちゃん。こんにちは。あのさ、ねえ、くんちゃん、あのはい。さ、それ高いと思うんだけど、どうなのかな？それ高いと思うんだけど、どうなのかな？2500円ですか。まあ、原価が原価なんで、しゃあないんですよ。あ、そうなの？はい。あのさ、ねえ、おめえみてえなさ、クソ面白いボイスでもさ、ねえ、1000人集まってな、なんで1000人集まるの？クソ面白くない、なんかすげえクソ面白い、お前の配信見ててもさ、すげえクソ面白くねえんだけど、なんでそんな集まる人が？ねえ、言ってみて。あ便乗家。れ、便乗ではいいんだけど、便乗するにも、なんちゅうのかね、人が来なきゃ意味がないわけや。で、俺の放送中ただね、ねえ、旧ツイキャスの10人ぐらい集めればいい方よ。お前なんて1000人ぐらい集めてんやんか。ね？そこんところはね、何が面白くない、面白いのかなと思ってさ、だいたい昨日からね、だいたい前、お前の放送30分ぐらい見てんだけど、何かツボがあるところないんだよ。なんかクソ面白くねえんだよ、はっきり言って。ね？なんでそれで1000人ぐらい集めんのかなっていう、それ不思議でたまらないな、はっきり言って。いや、僕もわな？かんないです。僕もわかんないなでんで、す。なんで、ただまあ、やるわこかとんがないって毎言って。日放送してる。いや、昨日から見てるの、頭いいっていうのはわかるよ、すごく。ね、頭切れるし、いろいろ知ってるし、ね、それは認める。でもね、面白さに欠けるんや、はっきり言って。で、まあイケメンちゅうけど、お前イケメンちゃうやん、はっきり言って。自分でイケメンって思ってんの？それで。ねイケメンですって、あ、思ってます、自分で。え。あのさ、例えばジャニーズ系とかさ、いるじゃんか。ジャニーズ系で言えば誰に似てるのか。似てるとか。ジャねニーズは僕かっこいいとは思わないですね。え。あのさ、自分で自分のことイケメンって思ってんの？お前。ねえ。僕は三全浦然春イケ馬メンじゃくんない似よ、て俺。るかな。いや、それはあれだろ。で、それ俺知らんけど、俺その名前な。さ、ね、お前の言ってることね、はっきり言ってね、さっきの T シャツも2200円、2500円。俺ね、300円でいいと思うんだけど。それどう？なんですか？これ、これが2500円って T シャツ2500円でしょ？ねえ。2500円でしょ？俺は300円でいいと思うんだけど、どうなの、そのね。300円だったら原価切っちゃいますからね。赤字ですまあ、からだね、けど、僕。原価に近くていいんじゃないの、別に。なんなの、あなた貧乏なの？貧乏なの？金に困ってんの？貧乏です。貧乏です。じゃあさ、こんなに1020人も集まってさ、ね？いろいろ語ってんだったら、お前、いくらでもくれるやつおるんちゃうの、お前、僕いつもご飯じゃがりこなんですよ。朝ごはんじゃがりこ、夜ごはんじゃがりこはなんで。だ何本そ当おれ。金困ってるんですよ、今。じゃあ、お前、欲しいものリストどう送しれたばらいいいいの？ですか？なんかじゃがりこでお腹を満たす方法ないですか？なんか。水根はさ、お前の名前は前から聞いとったけど、こんなに雑魚だと思わなかった、本当に。すごい、俺、残念だよ。水僕根よはんくて、引っ掛すけごく橋ね、で。水根はんって、すごく喧嘩強くて、ね、イケメンで、ね、すごい笑える配信者と思ってたんだけど、昨日と今日ね、お前を観察してみて、ね、すごいクソ面白くねえから、残念だわ。それ期待わ外ざわれたざな。言う必要であります？いや、言わないと相手に伝えられないでしょ。でしだっょ？て、面白い、ねつまらないって、人の主観じゃないですか。え。いや、人の主観というか、俺の主観なんだけど、主観で述べてんだけど、ね。主観をこうやって、僕にこう告げたところで、なんか生産的なものってあります？生産的なものっていうのは、俺がね、思ったことをあなたに伝えて、あなたは分かるのかなっていうと、多分分からないと思うんだよね。
なんでかっちゅうと、うん、あなたがバカだから。悪い。うん。いや、バカでもいいんだけど、うん。え、バカでもいいんだけど、じゃあお前つまんねえよ、面白くねえよってじゃあ言ったところで、じゃあ会話ってつながる、そこで。うん、あ、そうですかって言われて終わりじゃない？あのさ、多分ね、なんか発展します、そっから。多分その1000人以上集まってるところで、お前がな、まあ、あの、うん、なんていうのかな、あの1000人超えてるところで、俺は面白い坊主だと、あなた鷹をくぐってるよなって言ってな、ね、いや、くぐってないですよ、くぐってるでしょ、うん、いや、くぐってるはずだよ、いや、それ嘘でしょ。あ、俺1100人以上集めたわ、うん、今1100人行ったけど、今ね、うん、あ、俺こんな面白いんだって。ねえ、そうでしょ。え、ちなみに毎日放送します。いや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 、あのさね、例えば、ま、毎日やってます。え、誰が毎日やってます、あなた。誰、俺で、俺、うん、俺放送。いや、俺毎日やってないよ。やってないでしょ。だって俺面白くないもん。うん、だって俺面白くないもん。だって人集めてる配信者ってみんな毎日やってるよ、うん、ほぼ毎日のペースで。毎日やってんの、うん、そうなの。で、毎日やってたら人増えるんか。うん、ねえ、毎日やっててなおかつ決まった時間帯にやってれば、うん、人間って習慣で生活をする動物じゃないですか。うん、わかります、それ。わかるよ。どんなに面白くともつまんなくても、毎日決まった時間に放送すれば、人って見に来てくれるんですよ、うん、自然と。あのね、水に教えてやろうか。うん、俺ね、ツイキャスじゃなくね、ニコ生から始めたんだ、ね、はいはい、ニコ生から始めたんだけど、毎晩やっててね、あの、来てもよく来ても50人、うん、ね、50人、うん、だよ、毎日やってるけど、50人、うん、それはね、あのね、それはあのー、やってる側のやつのね、器量と思うんだわ、器量ね、わかる？いや、それ、たかが50人だと思ってるからじゃないですか。いや、違うよ、やっぱね、面白い配信者に、あの、なんていうかな、あの、人がつくんだって、うん。で、いや、面白い面白くないではなくて、たかが50人だと思ってるからでしょ、それって。あ、たかが50人されど50人だよ。え、っていうか、なんかさ、ツイキャスとかで何千人って集めてる配信者ばかりを見てるからダメなんじゃない、逆に。いや、俺ニコ生見てるんだけど、ニコ生とかでもそうじゃん。で、ニコ生でだって30分で50人集められる配信者って、全配信者の中で多分 50% 以内には入って、上から 50% 以内にも入ってるはずだよ。あのね、俺が言ってやろうか、水根は。うん。ね、水根だけが面白くないとかそういう問題じゃないんだって。例えばね、うん、ね、例えば、香川の放送とか、うん、なんであんな多いの、うん、でも、要は香川が面白いと思って見てるわけでしょ。うん、まあ、香川が面白いと思ってやってるわけでしょ。人と違うようなことをやってる、他の大手配信者の便乗とかもやってる、だから人が集まるんじゃないの、香川の放送っていうのは。だ、香川は香川でこう人が集まると思って企画をやってるわけじゃん。面白くないは置いといて、香川の場合はこう人が集まるような企画を考えてやってるわけじゃん、自然と。じゃあお前さ、なんか企画だってなんかやってんの、企画やってん。お前昨日から見てるけど、30分ぐらい見てるけどね、お前あの、うん、なんちゅうの、あのコメントも見てないやん、自分の主張ばっかり言ってよ、ね、見てるよちゃんと。なんか難しい主張中がなんちゅうか、お前、うん、見てねえじゃん、ログを見たことある。俺配信終わった後に全部のコメント見返してるよ、常に。だからリスナーさんの名前だと覚えてるし、うん、よく来てくれる、こう、うん、リスナーさんとかはツイッターでフォローバックとかもしたりたまにするし、してるよちゃんと。うん、あ、本当。うん、
でさ、うん、まあいいや、それそれ、ね、それそれそれでいいわ。お前が面白い。結局な何が言いたいの？面白くないって言いたいの？面白くないってわざわざ言いに来る必要である？まず。だって面白くないですねって言われたら、ああそうですね、じゃあそれだったらそれでいいんじゃないですかって言われても、そこでさ、その話って終わっちゃうじゃん。それって何にも生産的に生産性がないよね。じゃあそれだったら、じゃあどういう配信が面白いと思うの、あなたは。だってさ、ね、だって、ね、いや面白い配信者っていないよ。例えばうなちゃまとか多少面白いなとか思うけど、何かやらかしてるなっていうワクワク感あるじゃんか、うん、ね、うん、例えば、あの、なんちゅうの、うん、あの、ホープさんとかさ、うん、なかなか面白いじゃん。例えば、お前みたいにね、うん、お前、例えば、お前みたいにね、俺は頭いいんだぞっていうことを露呈してもさ、これ、あの、見てる側はね、つまんねえんだったって言って。俺も何かやらかすよ。ね、え、だって俺の配信今まで何回見た？何回見たかな？ 5回ぐらい見たかな。5回ぐらい見た。じゃあ、うなちゃんマンとかホープさんとかの配信は何回見た？ああ、あれは5回ぐらい見たよ。5回ぐらいしか見てない。え、5回じゃわからないよ。いや、だって俺も結構何かやらかしてるよ。誰かがだって配信者が炎上したら俺すぐ便乗枠取って解説枠とかも取るし、そういうのだってこう期待してるこうリスナーさんがいて、そこにこうごさって集まるわけじゃん。で、一気にこう、そこでこう人を集めて、その中で普段の放送を聞いてくれる人が、まあ、10人、20人増えてくれたらいいなっていう考え、それの積み重ねでやってるわけじゃん。みんな。でもなんかそうやってさ、なんか自分の体をさ、投げ捨ててさ、大手配信者が炎上した、何した、何したって言ってこう、便乗して、そこにこうなんかね、飛び込める配信者っていないでしょ、なかなか。本当にいないんだよ、ツイキャスとか見ててもさ。ね。1、2度は便乗するけど、それを継続的にこうやれる配信者とかもいないし、他の配信者の悪口とか、他の配信者のこう喧嘩できるね、配信者とかいても、それって大手ばっかじゃん、やってても。あの、喧嘩ずつやってる。大手が大手に噛みついてるだけじゃん、それってさ。いや、大手が大手に噛みついてて、あなたはもう大手でしょ。いや、僕は大手じゃないです、中堅です、僕は。人のふんどしで相撲を取ってるだけなんで、中堅ですよ。いや、あなた大手だから、大手だ、自分に言っとったよ、ツイッターでさ、俺、違います、しょうもないんで、大手とか、大手とかかっこ悪いんで。いや、大手がかっこ悪いとか、そういうんじゃなくね、うん、自然と大手ってなるんじゃないの、それ自分が意識するんだ。いや、だから結局、だから、やり方でしょ、それって、なんだかんだ言って。だこうやってこうリスナーたくさん抱えてる配信者っていうのは何らかしらやり方を考えてるわけじゃん、うん、どうやったら人が集まるだろうっていうやり方考えてるし、俺はまあとにかく他の配信者がやらないような便乗っていうのをまあ継続的にやっていってるし、他の配信者とかもネタにするし、まあ自分のこともネタにするわけだよ。いろいろやってるんだよ。だからもう言い方悪いけど、なんか配信とかで大手になってるような連中って人生捨ててるようなもんなんで、配信になんか自分のこう人生捧げてるような、もう自分を売ってるような、もうクズばっかりだから、だからそういうクズを動物園の動物感覚で見てるんじゃないの。あのさ、動物園、例えばゴリラ見るとするじゃん。ゴリラ面白いよね、うん、ゴリラを見ると、お前がゴリラと例えてもゴリラを見て、あの、お前、詰まって、うち、ん、まで間違いない。ね、ゴリラを見てて、でも面白い、あの、うん。見てるだけで面白いでしょ、ゴリラって、ね。だって面白いか面白くないかは、ね、あなたの主観じゃん。だってゴリラの話だって話したって、ゴリラを見たって面白い。例えばさ、ね。なんで被せてくれるの、それは。なんで被せてくれるの、ね、それ、今。うん。うん、ゴリラを見たって面白いと思う人もいれば、面白くないって思う人だっているわけじゃん、うん、配信だってそうだよ。面白いと思う人もいれば、面白くないって思う人だっているわけだよ。わざわざ僕がね思ったのは、僕がね思ったのは、わざわざなんでつまんないってこう落としてくるんだろうって思ったので、言いたいのはただそれだけでし
お前はつまんない、面白くないってただ言いたいだけでしょ。それって言う必要ってあるかなって思うんだよね。わざわざ上がって。いや、言う必要ってあると思うよ、そういう、そうやって。なんで、ね、別にさ、お前がそれはね、それはお前が都合が悪くて、それね、上がってこなくていいじゃんって俺に言ったよね。それはお前、いや、都合が悪いんではなくて、都合がいい悪いではなくて、さっき説明したよね。うんうん、お前は配信面白くねえよって言ったところで、ああそうですか、だったらこう面白いと思う配信者でこう見に行けばいいんじゃないですかって言われたら、それはそれでもそこでも会話が終わるじゃん。なんだこの後の会話つながらないでしょ、普通に考えて。面白くないかって話はもうそこでもう終わっちゃうんだよ。終わっちゃうの、うん、あなたはこうなんか無理してね、なんか引き伸ばしてるような感じがするけどさ、自分の主観だよ、価値観だよ、価値観がじゃあ違うって言われてしまったらそれ終わりだよね。面白いつまんないに関しては、ね、人の主観だからこう論理性っていうのはそこにこう存在しないわけだよ。だから議論のテーマにすらならないね。わかる、そこは分かってください。わかるけどね、うん、ここはね、うん、じゃあ僕に対し、まあ、配信者に対して面白いつまらないってわざわざ言いに来る意味って何？ね、それははっきり伝えたいから君に。伝えたところで別に意味がないじゃん。ログは読まれてないから。ただ俺は突したかっただけの話で、あなたが面白くないっていう、うん、俺は面白いと思ったからあなたに面白くないって言っただけだよ。それ悪いの、それは悪いことじゃない。いや、悪い悪くないの話ではなくて、客観的に見て、無意味じゃない、主観を、うん、だ無意味じゃないの、それって聞いてるのだって。客観的に見て、うん、お前は面白くない、ね、面白くないっていうのっていうのは人の主観じゃん、人の感じ取り方なわけじゃん。それをわざわざ伝えに来たところで、こんな長引かせる必要ってないと思うんだよね、僕はね。あなたはなんかこう無理にこう理屈をつけてるような気がするけど、なんていうのかな、歯がゆいっていうのかな、九州弁で。何が歯がゆいんですか？わからんけどね。で、歯がゆい、何が歯がゆいってわかる？いや、うん、何が歯がゆい、ね、俺はわかんない。君みたいに凡人だよね。凡人だよね、君。君わかる？僕、凡人ですよ。はい。凡人だよね。あまり目立ってないよね。うん、顔もさほど、自分で格好、イケメンと言ってるけど、イケメンじゃないよね、はっきり言って。それわかる？うんうん。まあ、どっちでもいいよ。ね、どっちでもいいよ。このタイトル、うん、いや、このタイトルね、無通知イケメンでしかないでしょ、うん。で、多少イケメンじゃないね、君。うん、どっちでもいいです。はい、それは。イケメンじゃないじゃん。まあ、それはもうどっちでもいいよね。まあ、それもあなたのこう価値観、主観じゃん。うん。あなたの価値観、主観を僕に押し付けてきてもどうしようもないわけでしょ、それは。いや。俺が言ってることを理解できなかったら、あなたはバカだってことになるよ。いや、理解をするしないではなくて、主観をこう押し付けても何も意味がないってことなの、うん、要するに。な、俺の主観を押し付けても意味がないってことなの。そういうことね。主観をじゃあ押し付けてしまったら、もうそれで終わりなんだって。わ、うん、かる？言いたいことは。わかる、うん。そう、あなたはただこう主観を押し付けてきただけ。なんでわざわざ主観を押し付ける？まあ、コメントとかならまだわかるけど、なんでわざわざコラボに上がって主観を押し付けに来るのかなって思ったの。そう、意義っていうのは何なの？意義は。だってさ、意義が僕に伝わってないから。あなたとコンタクトを取るにはね、ね、うん、スカイプ ID も書いてないし、コラボに上がるしかないでしょ、うん、方法は。いや、だから言う意義って何？直接本人にお前つまんねえよって口頭で言う意義って何なの？少なくとも口頭じゃなきゃダメなの？それはコメントじゃダメなの？ね、俺は完璧だと思ってない。かまってちゃんってこと？かまってちゃんってこと？それは。俺はかまってちゃんじゃないから。自分の意見をどうしても聞いてっていう、それはかまってちゃんってことになっちゃうよ。
あのさ、弾力とかなんかいろいろ綺麗と書いてるけど、でもものすごくね、これ見てっとね、もうお前の信者ばかりなのね、これ。いや、信者すじゃるなといんだっさ、て。するとさ、ね、ちょっと聞いてよ。いや、あなたの意見ね。が理にかなっていたら、みんな俺のことを叩くはずし、あなたを支持するはずなんだよ。あのね、理にかなってたら。理にか言っなっちてゃう、ないからこそれいいんだそ、よ。こうやってあなたがこう叩かれるんだよ。それまずわかる。それは。あのね、これ言っちゃうわ。あのね、一つのね、宗教なんだ、ここは。お前のいや、宗、宗みん教じゃなないんだ宗よ、俺教。は。いや、俺だっ一つての叩か宗れる教にこしとをて。いっぱいあるんだから。俺がいや、叩かあれのることね、なんて日常茶飯事ざらにあることですよ。で、それを宗教だって言って自分の意見が正しいって主張するのはそれは間違ってることだよ。それは。例えばね、突然死アッキーとかいるよね、あれも宗教なんだよ。で、誰も叩かないのよ。で、まあ、コメント打つやつらが、みんな味方なんだよね、あなたのね。で、俺の意見にで、賛同するやつなんていたくいねえんだよ、はっきり言って。ね。で、賛同しようがないじゃん。だって、こんなにだって支離滅裂なことを言われてもさ、じゃあ何？じゃあコメントじゃなくてわざわざ口頭で俺に伝えなきゃいけない意義は何なの？それは。そこを教えて。俺がね、お前の放送を2回見て面白くないと思ったから、ね、それで突して、突してね、直接言おうと思って、それじゃあ悪い意義人はだなよ。いわけ？それ別にコメントでいいじゃん。コメントじゃダメなの？それって。ここのコメントみんな本当マジで、お前いや、のコメンなんトじゃか、ダメなのって。俺意義を聞いてるんだけど。俺コメント読まないよ。それは必要十分条件を満たしてないよね、まずね。だから僕が聞いてるのは、言っなんてでやコるメントじゃよ。ダメなのって。なんでコメントじゃダメなのっていうところを聞いてるんで、そこに答えてほしいんだけど。じゃあね、逆に言って、なんでコラボじゃダメなの？いや、まず僕の質問に答えよう、そこは。あなたの意義を聞いてるから、そこは。じゃあ俺答える、言うよ。俺がコメントしてもね、コメント読み返さないから、お前が。ね。わかる？それだけ。ね。読まな論いといけ破やないな。の？え、俺はもう見てコメントを判別してるだけなんだけど。コメント見て、その中でこう、コメントを読めるやつを判別してるだけなんだけど。そこは。で、読んでも仕例えば方がないじゃん、さ、それって。俺が何かしらのコメントを書くと思うよ。ね。それ全部無視してるでしょ。俺はね、例えば何今日が？喧嘩突然やりながらコメント見てんだけど、その、なんちゅうか、その器用さがないでしょ、あなたには。不器用で何？しょ。え、あなたのコメントを読まなかったら不器用だってこと？このあなたに対して、俺に対してのコメントを見ながら、ね、俺と、ね、口論できるかというと、あなたできないでしょ。だってそうだもん。これ一いや、生懸で命きさ、ないんじゃ皆なさんく書いたのにて、さ、できないんじゃないの。できないんじゃないの。それは。僕が喋るスピードよりもコメントが流れるスピードの方が早いんだよ。だからそこはコメントを取捨選択しなきゃいけないじゃん。それを普通に考えたら。ね。そこはまず分かって。だからといって僕はコメント読まないからって言って無視をしてるわけじゃなくて、ちゃんと配信終わった後に全てのコメントを見返してるんですよ、ちゃんと。わざわざ時間かけてコメント書いてくれてるわけだから、それには答えなきゃいけないと思ってるから、僕は。配信やってる以上は。それはさ、あなた嘘でしょ。本当だよ。嘘でしょ。だからこう、リスナーさんがコメント書いたそう時やっに、あ、て前こういうコメント書いてたねっていう話はするよ。自分をね、美化して、美化する、まあ、美化してな、嘘を言うのがいくらでも嘘つけるの。ね？嘘っわかてじる？ゃあわか何でる？判断できるの？じゃあ嘘って何で判断できるの？で、お前だっては俺ね、のこと知何ら時ないんで間しもょ。ね、何時え、俺間のこも、と知らないの何時に、間なもんそでれ。嘘だって言えるの？
いやいや、あなたこと知ってるでしょ、大体。大体さ、あの、これはこういうやつだな、こう、あ、こういうやつだなっていうのは、大体30分ぐらいで分かるんじゃないかな。何が？でね、うん、で、人間性っていうのは。いや、なんでそれが嘘だって言えるの？あのさ、ちょっとあの、ね、これね、いやだからなんで嘘だってわかるの？すごいねこれね、俺見てん、これ見てんだけどルーゴさ。いやすごいねじゃなくて、なんで嘘だって。お前のさ、これお前のさ、な、信者ばかりやこれ。あのはっきり言ってさ、お前なんか宗教的なものみたいな、そういうところあるんちゃうの？俺の普段の放送のコメントすげえからな、荒れてるからな。だってさ、俺から言わしめばさ、お前なんてさ、ね、くそ面白くないさ、なんか配信ばかりやってんじゃん、昨日から見てるけど、なんでこんな、あの、何、あの、すごいなんか、信者みたいなのがいっぱいいるわけ。いや、信者じゃないんだって。こんなの、マジで。俺の信者はいないよ、ハッキシって。うん。で俺の普段配信あんまり見てないからわからないかもしれないけど、俺がやっちゃいけないことをやったら俺フルボッコに叩かれるからね、リスナーから。うん、そうなの。悪口ばっかり書かれるからね。宗教じゃないから。多分そういう姿勢なんじゃない？自分に賛同してくれなかったらすぐ、いや自分に賛同してくれなかったらすぐ宗教だの、ここはどこどこの信者だの言い始める時点でリスナー下に見てるんじゃないの、そこって。例えばアッキーとかね、例えばあの、え、そういうのって結構やっぱ配信の態度とかに出てくるじゃん。例えばね、リスナーもバカじゃないからさ、配信者の人間性ってすぐ直感的に見抜いたりするわけじゃん。あ、この配信者をネタでやってるんだな、ガチでやってるんだなって。すぐ信者だのなんだの言ってたら、そりゃあそうだよ。そういう部分なんじゃないの？自分が絶対なんて思ったらダメだよ、配信で。俺自分が絶対なんて思ってないもん、そんな。いや、自分が絶対なんて思ってないってあなた思ってるじゃん。でもなんか思ってるような言い方じゃん、だってそれって。だからそれだって信者なんでしょ。僕の放送で、あなたの意見に反対する人たち、それ信者なんでしょ、僕の。あのね、俺はね、別にあの、俺、まあ、例えばね、カッコつけてね、ね、うん、そのマイクをね、マイクに向かって、うん、まあ、はっきり言うよ。カッコつけたがり屋さんなんだろうね。俺が一流のボイスだっていうのは、ね、カッコつけてるんじゃなくて、配信環境っていうのをできる限り整えたいからなんだよ。なんでポップガードつけてるか、ね、なんでこのマイクにしてる、これ音質がいいからなんだよ。音質が良く、なおかつ、フー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 してもこう、吐息がマイクに乗らないからなんだよ。聞きやすいようにするから。あのね、お前がなんで信者と呼ばれてるかってことも分かるか、うん、例えばね、香川とか、ね、うなちゃまんとか、ね、うん、まあいろいろ人おるんだけど、必ずアンチっていうのは湧くわけよ。で、アンチが湧いて、すげえ湧くわけね。うん、でも、それでも昼間ずにやってるわけよ。でも、お前のところアンチっていないじゃん。で、まあ、アンチっている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 。めちゃくちゃいるぞ、うちはアンチ。超いるぞ。ないんだが、さっき。うん、うちめちゃくちゃアンチ湧くぜ。マジで、うん、超来るよ、アンチ、うん。うちの放送。いるかな、うん、そう。だ、俺がやっちゃいけないことをやったらすぐアンチになるんだよ、みんな。あ、そうなの？もう手のひら返してすぐアンチになるから、うちの配信は。あのね、さっきからその、俺は水ねんのね、
ね、言葉を聞きながら、俺アンチを見て、うん、アンチじゃないよ、あのこそあのなんちゅうのこれ見てるから、あの見てんだけど、みんなお前の仲間だよな。おお。いや仲間、まあ、仲間じゃないんだよ。仲間じゃないのそれは。だってこの話を聞いてたらどっちが尻滅でつかもう分かるじゃん、その時点でさ。